こんにちは、コミーです。今日はこちら、こちらがね、編み上がりまして、ちょっとつけ心地のシェアをまずさせていただこうと思います。ダウンタウンとカシミアメリノで、リストウォーマーを編んでみたです。どちらも柔らかいので、どんな違いがあるのかということで、柔らかいです柔らかいです。あのね、糸玉の状態で触った時に少し違いがありますということを前回の動画で言っています。そして、糸の太さがまずそもそも違うねっていうところがありまして、まあ、よりがという感じなんですけど、若干なので、ちょっとカメラでわかるかどうか、こういう風に見た方がわかるのかな。よりが、ダウンタウンの方がちょっと甘い、カシミアメリノの方がきつめ、よりがね。で、ダウンタウンは 50g200m に対し、カシミアメリノは 50g210m ということで、まあ、ここからも糸の太さみたいなのがちょっと分かりますよね。で、ダウンタウンがメリノエクストラファインウールね、ウールが 75%、 ナイロン 25% で、カシミアメリノがメリノエクストラファインが 70%、 ウール 70%、 ポリアミド 25%、 カシミア 5% という内訳なので、ウールの量としても違いますね。そして、まあ、特徴はカシミアが 5% というところで、ちょっとの違いがあるんだけれども、こう腕ではめてみると、違いがわかるのかなっていうことを確認したかった。あ、ごめんなさい、こっちまだ糸始末ができてない。で、風合いを生かすために少し緩めに編むことをおすすめというふうに言われておりまして、編んだ針としては 2.5mm の針で編みまして、こちらが60目、2目ゴム編みで60目、こちらは56目で増減なしで編んでいます。なんだけどね、これわかります？これ56目、こっちが56目です。見てる分にはわかんないか。こっちの方が柔らかい気がするんです、この伸ばした感じの伸び具合が。こっちの方が柔らかい気がする。はめてるのは正直あんまりわからなかった。ちょっと暑いは暑いから今ね、そう思ったんですよね。なんか編みながら途中でこうやって伸ばしてみたりして、こっちの方がなんか伸びがいいなと思いました。あ、こっちが伸びないというわけではないです。その違いがある。だから、やっぱこっちの方が、ちょっとだけしっかり感が感じられるっていうのは、もしかしたら糸の太さかもしれませんね。なんかこっちの方がちょっと繊細さを感じるというところで、糸が細いからということがあるかもしれないです。そんな違い。で、大きく違う。だからこの肌触り感はもしかすると敏感な方はすごくわかるのかもしれないです。私そこまでこうチクチクがダメっていうことはないから、そんな方だったら気にはならない程度の違いなのかもしれないですけど、これは編む方にとって大きく違うのはやっぱり編み心地かなと思います。ダウンタウンは糸割れしやすい、これはもう
割と皆さん言ってるかな。あの糸を割ってしまうという確率が高いから気をつけて編まないとっていう感じがありました、すごく。で、この後にこれを編んだから余計なのかもしれないけど、もうこちらはそこまで気にしなくても糸割れはしない。うん。このしっかり寄ってある感じが、ほどけてこない感じがあるんですよ。これじゃあわかんないか。こういう端っことかを見てるとわかるのかもしれないですけどね。やっぱりこう編んでると緩んでくるダウンタウンはね。で、まあこれが柔らかさの秘訣なのかもしれないけれどもね。空気含んでっていうこととかもありそうだから。で、こちらは結構しっかりギュッとなってるので、うん。編みやすいはこちら、断然こちら。カシミアメリノの方が編みやすいです。だから初心者の方とかだと、わーなんか割れちゃうっていう風に思うけど、これは割れるものだと思って編んだ方がいいのかもしれないです。だから初心者の方にはちょっとだけハードルが高いのかもしれないなとは思います。はい、ということでシェアをおしまいしますね。この冬これをつけて動画に、じゃんじゃん出てくると思います。はい、でウールフリーバンブー、こちらを使い、これはブルーベリー。1425番のブルーベリーで、片方だけとりあえず編みました。リストウォーマーをこの棒針で編んだら、棒針がなんかいいなと思って、これで靴下が編みたくなって、とりあえず編んだという、まあ、今日はこのもう片方編んでいくところなんですけど、履き口から編んでます。とりあえず私が憧れていた、まあ、棒針を使って靴下を編む人という風に憧れの存在になっておりますだからこれ夢中で編めました。で、今回この編み方は編みちくラボのゆみさんがご紹介している編み方で、棒針編みの靴下の編み方みたいなリンク貼らせてもらいますね。あの履き口から編むやり方で、でかかとのところを休めて、あ、ここまでこう編んできて、かかとの目を休めてこっちを先に仕上げてしまう。仕上げたら最後にかかとのところを編み足すという編み方をする編み方です。はい、これ初めて編んでへーって思いながら、まあ、楽しく編めたんですけど、履いてみたらこれ結構良かった、私の足に。ちょっとこれ両方編んで選択してっていうのもちょっと確認したいところではあるんですけど、うん、思ってた以上に足に合ってて、ちょっとね、驚いちゃって、って履いて脱いで履いて脱いでって何回かやりました。それぐらい良かった。いやーこれ、もちろん輪針でも編めると思いますけど、もう棒で編むのも楽しかったということで。で、ここをこのかかとの部分後から編むんですけど、特に色合わせとかしないで、ここが終わった糸でそのまま編み足していくという感じなので、特に色合わせはしてないですけど、いやどんな風になっちゃうかなって思ってたんですよ。ガチャガチャになっちゃうのかなと思ってたんだけど、なんとなく馴染んでますよねっていうか私はこれで OK だと思ってるんで、ここをユミさんの動画はここを単色にしてましたね。その方が柄が気になる方は良さげ、うん。だけど私、あ、これで、お、いいんじゃないって。なんとなくいいんじゃないと思ったので、これで、次のもう片方を編んでいきたいと思いますが、先にちょっと飲み物行かせてください。今日の、ふたつきマグカップ。はい。レモン水です。先に言おうと思って忘れちゃった。
ダウンタウンなんですけど、ダウンタウン。これは、こまめに再入荷されているというふうに、前にも動画とかでお伝えしたと思います。ちょいちょい在庫切れっていう色番もあったかと思うんですけど、こまめに再入荷されているということで、まあ他の色でも良ければもちろんいいですけど、この色欲しかったんだっていう方はちょっと待っていただくと入荷されるというふうにおっしゃっていたんですが、今再入荷されているということです。あ、この色ということじゃなくて色番切れてるものに関して、はい、なので待ってた方はどうぞカートの方にお進みくださいちょっとこれも色合わせしようとか全然思ってなかったんだけど、でもこれこの辺から始めればなんとなくなりそうだ。なんかね、その棒針で靴下を編んでる人の姿がこうね、憧れだったっていう、そんな風に思っているけれども、まあ、実際編んでみると、やっぱ自分を客観的に見てるわけではないから、編んでてもちろん楽しいんです、すごく。もうなんかこればっかり編んじゃってた感じぐらいすごい夢中で編んでました。このやっぱ私片足目の時って、靴下の特にもちろんだけど、毎回糸ってね、初めて使う糸だったり、あと今回はこの針もですし、編み方もですけど、片足目っていうのはこうウキウキポイントが高いんですよ、どうしても。だからすごくこうぐわーっと編んじゃうっていうのが割と毎回かな。で、そのウキウキがもう片足目の時にも持続している場合もあれば、だいぶ落ち着いちゃう時もあったり、それはその時その時だからちょっとそれはわからないんですよね、うん。で、今回はこれ糸が違うだけで、針はいつもの輪針で、まあ、輪針もいくつかあるのでね、その自分の割と好きな輪針で編んだ場合と、あ、今これしかないからって言って使った輪針とではまた気分が違うし、で今回がこの針が違う、5本針で編むの初めてなので、私靴下、まあ、そういった意味でそのウキウキポイントはかなり高めなんですよ、うん。だからもしかしたら前回の動画でもそういう雰囲気出ていたかもしれないと思っちゃうぐらい、すごい浮かれてますねすごい浮かれてます、うん。まあだからこれがコットン、ウールフリーバンブーだから、ウールじゃないやつなんですよ。なんかこれウールでも編んでみたいなと思うし、で履き口から編むというやり方もいくつもあって、で今回は私が思うに簡単そうだなと思うこの方法で編んだんですけど、手持ちのね靴下の方を見て、なんか今まではつま先からばっかり編んでたから、ちょっとその本の書いてあることがすぐにパッとわからなかったんですよ。なんだけどこれを一回編んでみたら、あーってなんか本がちょっとわかりやすく感じて、あ、じゃあ本のでもちょっと編んでみたいかなとか思ったりして、すごい広がりました、靴下編みに関して、うん。だからやっぱりなんていうかな、やったことないやり方とかっていうのはすごく慎重になるし、不安もありますよね。途中で分かんなくなったらどうしようとかあるんだけど、でもなんかやっぱり楽しみ、どんな風にできるのか、自分にできるのか、編んでる感覚はどうなのかとか、いろんなことが楽しみで、うん、いいなーって思いました。47
最初の編み目に最後の編み目を移動させて、最初は一緒に編みます。一目だけ作り目多めにしています。こうしとくと最初の隙間がね、開きにくい。やっぱりこの何でもそうだけど、やっぱり最初の一段目ってね、ちょっと不安定で編みにくいっていうのはねありますね。はい、という具合で今日はなんか編むっていうよりご紹介と作り目で終わってしまった。まあこんな感じで、もう片足を編み始めるところになります。ちょっと棒針の靴下編みが今ブームという感じで、でこちらが、一応完成したのでシェアをさせていただいております。本日の手芸というコーナーは19時45分から動画を公開しています。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッター、ラジオトークなどもやっています。そちらのフォローもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。